She represents Japan. Please welcome now, Haruka Imai.フリースケーティングで挽回していきたいと昨日は演技を終えた後に話していた今井春、ショートプログラムを終えて7位。去年はこのアメリカ大会でグランプリシリーズ自己最高の4位に入りました。今井春、フリースケーティングはディベルティメント変路長調。トリプルフリップ、いや、よく取れました。まだ最初にジャンプを続けていきます。今井です。トリプルルッツ決めていきました。次がショートプログラムでは少しバランスを崩したサルコージャンプ、トリプルサルコダブルトーループ、今日は良かったです。スピンはいい評価をショートプログラムでももらっていました。回転も早いと思います。後半のジャンプに入っていきます。トリプルループ、ちょっと回転が足りなかったかもしれません ね。当初はここもコンビネーションジャンプを予定していましたが、残るジャンプはあと2つ。トリプルループ、ダブルトーループ、ダブルトーループ、ここでコンビネーションにしてきました。良かったですね。見事に決めました。軽くテンポのある曲調に戻っていきます。トリプルサルコ、ダブルトーループ、うん、ラインキャメルスピンからチェンジエッジをしてドーナツスピン、回転も早いですね。そして表面全体で思い切り自分を表現していくコレオシークエンス、場内手拍子です。一番のここまでの大歓声、大きな拍手の中で演技を終えました今井春。
横谷選手、横谷さんはこの今井選手の終えた表情、あるいは演技どういうふうに見えました？ほっとしたのかなっていう感じですけれども、前半ちょっとまだ硬さが残っているのかなという印象だったんですね、はい、でも後半からかなり動きも表情も良くなったというか、はい、ジャンプももちろん安定して飛べていたので、よくはなったと思うんですね、うん、ただやはり前半に難しいジャンプ入れていますから、はい、ちょっとこれもちょっとバランス崩してしまったんですね、こういったところがもったいなかったなと思います、うん、今シーズンが始まる前はとにかくジャンプを安定させたいと非常に徹底的に見直してきたそうです。昨シーズンの場合は始まる前に右足の疲労骨折があって思うような準備をできずに不安を抱えながらシーズンを始めていきました、まあ、その中でアメリカ大会去年4位、日本選手権も4位でしたけれども、本人の中ではやはり悔しさの方が残って、そういった意味では今シーズンはいろんな準備をしながら臨めている喜びもあるかもしれません。そうですね、こういったスピンなんかは、安定してたと思います、はい、本目のループジャンプですね、このショーウェアセンターもリンクの奥行きがこのフィギュアスケートの規定と一番こう小さいサイズの26メートルということで、若干こうアメリカのこの会場に入った時も少し気になったというような話をしてましたけれども、見事に決めていきました。これから上位の選手が続々と登場してくる中で、さあどんなスコアが出るでしょう、点が出るでしょうか。佐藤由香コーチと得点を待ちます。今井遥の得点が出ました。フリースケーティングの得点は 107.82 というのはこれまでの自己ベストを5点以上上回ってきました。トータル 157.72、 現時点今井がトップに立ちました。